よし、これをこうして。あれ、ラファエル君、何作ってるの？何これ、丸太の薄切り。おお、ヒルダさんか。これをこうすんだ。ジャあ、素手で叩いてくり抜いた。だけど縁だけ残ってる。よし、これを磨いて色をつければ首飾りの土台の完成だ。首飾り？嘘でしょ。どうだ、ちょうどいい大きさだろ。この木は皮の匂いが最高なんだ。あとはこのイノシシの牙を削って飾りを作るぞ。イノシシの牙。あ、オオカミの爪もあるんだ。これも色付けすれば。オオカミの爪。ん？どうした、ヒルダさん。野生にあふれてかっこいいね。そうだろそうだろ。ヒルダさんにも作ってやろうか。あ、私はいいかな。きっとラファエル君しか似合わないよ。おでに似合っても仕方ねえよ。これ妹の誕生日に送るつもりなんだ。妹さんの？ありえな。あ、女の子ならもっと可愛い方が嬉しいんじゃないかな。可愛い？かっけんじゃダメか？これほら、ここに牙と爪もつくんだぞ。女の子はそれじゃ喜ばないと思うな。お花とか宝石とかじゃないと。例えばそうだな、首飾りにつけるなら綺麗で珍しい花を水晶の小瓶に入れて樹液で固めたりしたら可愛いかも。綺麗で珍しい花？それってどこに咲いてるんだ？花にはあまり詳しくないけど。そういえばホドラの喉元だけに咲くすっごく綺麗な花があるって聞いたことあるな。ホドラの喉元？同盟領の東の端っこか。間に合うかな。ごめん、遠すぎるよね。他にはあれ、いなくなっちゃった。まあいっか。俺だ、ラファエルだ。ラファエル君か。今開けるね。どうしたの？すごい荷物。水晶の小瓶にキラキラの石。あとこれだ。鮮やかなお花、とっても綺麗。あ、もしかしてこれ妹さんへの誕生日の贈り物？ああ、ようやく集まったんだ。おめえが言ってた可愛いもの。へえ。って、ちょっと、この花まさかフォドラの喉元で？おう、ひとっ走り行って取ってきた。さすがに疲れたぞ。ひとっ走れる距離じゃないでしょ。それにこの水晶、パルミラさんよね。彫刻がとっても細やか。よく手に入ったわね、こんなの。おしゃれさんのおめえの言うもんなら間違いねえと思って一生懸命探したんだ。うんうん、妹さんもきっと喜ぶよ。あとは首飾りにするだけね。それなんだけどよ、どうやって作ったらいいかわかんねえんだ。悩んでたら花もしおれてきちまってよ。元気な花はもうこの数本だけなんだ。あちゃ、そういうことか。私が教えてあげてもいいけど、
失敗する余裕もなさそうね。仕方ない、ここは一肌脱ぎますか。ヒルダちゃんが作ってあげるわ。本当か？頼んでもいいのか？たまに自分用に作ったりしてるし、あなたが作るよりはマシじゃないかな。でもお礼はちゃんとしてもらいますからね。わかった、お礼は用意しとくから、しっかり頼んだぞ。こんな希少なものをよく揃えたわね。そんなに妹が可愛いのかしら。ほんとお兄ちゃんってバカな生き物ね。ラファエル君、例の首飾りできたわよ。はい、これ。おお、すげえよ。なんだこれ、キラキラだぞ。ヒルダさん、職人みてえだな。これどうやって作ったんだ？キラキラの石と花を小瓶の中に入れて樹液を流し込んで固めたの。これだけだと寂しかったから、部屋にあった小花も入れたんだ。石と花を均等に散らばせたり、気泡を潰したりして結構面倒だったんだから。じゃあこれは首にかける部分の紐。おで、用意したものじゃないぞ。それは私が作った編み紐。金属だとかぶれる子もいるからね。あなた、私が言ったものしか用意してないんだもん。特別だよ。すげえよ、すげえよ、ヒルダさん、すげえよ。なんで泣くのよ。だってお手の妹、こんな綺麗なもんもらったことねえだろうし、お手妹にいっぱい我慢させてるし、可愛いもんも買ってやったことねえし、絶対喜ぶって思ったらよ、嬉しくてよ。あ、はいはい、もう恥ずかしいからやめて。だけどそんなに喜んでもらえたんなら、私も珍しく頑張ってみてよかったよ。いつもは頑張ってねえのか。なんで頑張らねえんだよ。頑張ったのに期待に応えられなかったら嫌でしょ。それに単純に疲れるし。でも期待に応えられたら嬉しいだろ。相手も嬉しいし、みんな嬉しくなれるぞ。うん、そうなんだね。ちょっとだけ分かったよ。ついでにラファエル君のおかげで兄さん側の気持ちも少し分かったかな。兄ちゃん側？ああ、そうか。ヒルダさんにも兄ちゃんがいるんだったな。うん、過保護で面倒くさって思ってたけど、今はちょっと感謝の気持ちっていうか、ラファエル君を見ていて私にも兄さんがいてよかったなって思えたよ。妹のことを気にするのは兄ちゃんとしては当たり前だけどな。そうだ、まだ首飾りのお礼を用意してねえんだけどよ。今度はおでがヒルタさんの兄ちゃんにかっけえ首飾りを。それは遠慮しとくわ。それよりもこの戦争が落ち着いたら妹さんと一緒に会いに来てくれないかな。え、そんなことでいいのか？うん、妹さんに似合うか確認したいし、紐の調節とかしてあげたいしさ。言われなくても行くつもりだったぞ。妹だって絶対に会いてえって言うよ。そっか、じゃあ末永くよろしくね。ん？末永く？その花の花言葉を言っただけ。